き抜けちゃう人は、もうそれだけでチャンスをどんどん引き寄せて、それを掴んでいくっていうことが、これが市場原理として、起こってるんだなっていうことに気づきました。こうなると何が起こるかっていうと、この人はそのチャンスの一つ一つで当然他の人が味わうことができない経験、成功も失敗も含めてですけどね。で、そこで学ぶことがどんどんできて、そうするとまた成長したわけですよね。そうすると今度は仕事をくれる人のレベルがまた変わって、いつの間にか違うステージの仕事がやってくると。で、これをチャンススパイラルっていうふうに言っていて、まあ実際に私が会ってる人たちっていうのは、確実にそういう流れに乗って自分を高め続けているなというふうなことを感じていたりします。それをちょっとまとめたのが伝説の新人という本であったりだとか、漫画にしてもらったりだとかしてるものがあるので、もしよろしければご覧ください。 101% の法則っていうお話をさせていただいてます。自分がどこまで頑張るかじゃなくて、相手の期待値がどこにあるかっていうことですね。この 101% と 99% って 2% しか違わないんですけど、ここの差が非常に大きくて、これをしっかりと守り続けて 101% で生き続けていると、いいスパイラルに回り始めるんじゃないかなと。超えていくために大切なこととして、測定先導って言ってるんですけども、早く丁寧に先に動くっていうこと、ここがすごく大切なポイントかなというふうに思っています。実はクリエイティブに僕らは大切な2種類あるかなと思ってまして、作る力×作る力って言ってるんですけども、右の作る力っていうのはですね、ある設計図に沿って映像を編集していったりだとか、デザインを固めていったりだとか、まあそういった力になってくるかと思います。もう一方で左の作る力っていうのは、何を作ることによってクリエイティブは価値を発揮するんだろうかっていうことを考えるっていう、この左の作る力っていうのが非常に今後求められる時代になってきてるんじゃないかなと。何を発信していけばいいんだったところに関して、ゼロから答えを導くっていうことが僕はずっと求められ続けるんじゃないかなと。これを鍛えていくことによって発想力だとかアイデアがどんどん生まれるような、そういった習慣が身につくんじゃないかなというふうに思ってまして、じゃあこれってどうしたら身につくのっていう、まあいろいろあるんですけど、一つはなんとなく禁止なんとなくいいねとか、プロならばそれはもう禁止ですよと。なんでこれはいいんだろうかっていうことを分析しないといけない。